ほんとに意味わかんないよこいつとの DM はマジないっぱい DM とか来ないの俺,俺その人たちの人となりだったらよ聞いてみると親が悪い <laughs> マジでき <laughs> まーすやっておうちゃんどうも最近雑談ばっかしてからな 配信。YouTube の動画も雑談ばっかだし。俺別に、なんか、編集任してるんだけどね、基本的に。お任せしてるから。いつの間にか雑談チャンネルでみたいになっちゃった。インフルエンサー枠狙ってるの狙ってる人したらうちの動画編集者が俺をインフルエンサー枠にしてんじゃねしたいんじゃね <laughs> 最新のコラボしたやつが28万再生。北海道が6。で、ビファが1.4だからな。 これも雑談配信かな ?3、32万。ロール3。俺30、俺33万かと思ったもん一瞬。3.3万あった。まあ俺別に YouTube 用に雑談はしてるわけではないから。また雑談とか飽きたらやめちゃうと思うけど。うん。単純に俺の今ハマってる雑談が YouTube にハマってるだけっぽいね。まさにこれからじゃないおすすめマッチングアプリが36万再生からもう雑談が伸びるっていうことに、俺の編集者が気づいて、 ゲームなるべく上げたくないんだよーの波動がすごい。で、バロラント1万いってないし。睡眠導入剤6.3。ホラーゲームが 6, 6万。なんか雑談配信でさ、YouTube 伸ばそうと思ってもさ、なんかネタがな,なくなった後に苦しむの俺だからさ、伸ばそうと思ってやってないんだ。なんか雑談配信をやってたとして、それで YouTube をまあ伸ばそうと思った時の俺の着地地点がわかる。奥で苦しむ。 雑案って別になんか適当なこと喋ってるだからネタなくなるとかはないけど本当に飽きたらやめると思うわマシュマロは君たちが投稿してくれればそれこそ無限に続きますよ、まあ、雑談だと層の源,源泉とかがないからねロールする人はやっぱり当たり前だけどロールする人しか見ないからさ今のところなんか再生回数多くなってるけどだって伸ばそうと思ってはないんで気軽にね見てください あとでもなんかやっぱり VTuber の方とかそういう会話でちゃんとしてんなと思ってだって今回の話そうって言ったらディスコードサーバーなんか一から作ってくれたしちゃんとしてるわめっちゃすんげえ俺が緩い感じでさやろうと思ったから今時だね下さんが適当すぎるという話もあるまあ俺は適当だね 俺がコラボしてなさすぎて多分分かってなかったんだけどね。情勢を。この前花火リスナーってなかったらすごいことになったもんね。まあそうだよね。でもそれが俺は好きだからさ、ぶっちゃけ7人できなくてもいいんだって。<laughs> その時やりたいと思ったことをやって、トライして、なんか準備しすぎるとさ、準備しすぎるとなんだよ、俺は、俺はね。もう買うところから配信してさ、リスナーと話してながらさ、これいるのあれいるのつって。 やれねえじゃねえかよが俺は好きだから。他の何でも揃ってる配信っていうのはね、他のところがやってくれるよ。今事務所が盛んじゃない。タ c r そこら辺がもう完璧な配信をするのに、俺個人で完璧な配信をしようとしても、限度があるんで、俺はもう自由にね。次は、えー、狙ってるのは焼き芋配信かな。最低限やるところみたいなのは、そこだけ調べたらもうバッといこうかなと思ってる。 結構なんか畑みたいなところお金払って掘らしてくれてで落ち葉とか集めたらやっていいよみたいなところが意外とあるのかなと思ったけど少なくてだからあるんだけどファミリー参加みたいな配信しちゃあかんようななんか畑なんだよねで焼き芋熱いよな焼き芋熱いな自分で芋掘ってべってまあその後俺は多分バーベキュー場みたいなところ行くんだろうな バーベキュー場みたいなところべーって行って、その焼き芋をまんま焼くっていう。芋掘りからだよ。そうだ芋掘りからやりたい、俺は。芋を掘ってからその芋を焼く、俺は。無人島住んでんじゃないなんかマザーさんが無人島のなんかツイートしてたよね。俺誘われんのかな俺危なくなったのマザーさん空気よね。普通に。後頭部一域からの。 あの豚の丸焼きみたいにあのー、パイレーツ・オブ・カリビアン2でさジャック・スパローが鳴るみたいにさ手足くくりつけて <laughs> 人間ってあんまり美味しくなかったなかったって何 <laughs> なかった気がするだったら分かるけど食ったことあるやつやんそこで切ったらてかマジでちょうど最近すげえ DM が来んだよなー すべて俺は返しきれないから、俺マジでパッと思い浮かんだのが、もうね、俺はもう歌ってみたで君たちに返したい。もう、なんか綺麗な、編集した俺の声じゃなくて、生のまんまの、僕が僕であるためにをお前らに送って、それを回答にしたいな。あの曲を聴いた時に、はっとね、なるから。 俺の生態がちぎれるぐらいの僕が僕であるためにお前らに届けて、これが答えですよって。そんぐらい、ちょ DM 多い。<laughs> すごいんだわで。重いのよ。しかも一個一個が。ほんとにパッと今出てくるのが、あで最近はチンチンのサプリの話も多いわ。 最近自分の生活が手一杯で心の余裕がなく頭の中もぐちゃぐちゃで誰かにただ話を聞いてほしいという願望はあるものの気軽に他人に話せる内容でもないしインターネットのこ匿名性を活用しスタミさんに DM を送らせていただきます送ることで私の聞いてほしいという欲求は満たされるので返信を求めていると,というわけではありませんみたいな導入の DM がうる,る,るってくるわけよすでにもう 俺は、これはちょっと、返したい気持ちもあるけど。スタミさんこんばんは。身勝手な DM をしてすみません。自分は25歳の女ですが、打つと軽度なパニック障害を持っています。大学時代に交際して、彼氏が浮気されてショックでと、ちょっと、痛いな、ね。みたいなね。わかるよ。苦しいよな。DM、DM 返信する率どんなもんで言うて10%ぐらい。結構返すよ、俺。 どんなのに返す悩みもなんか俺の気分だけどね全然恋って何ですかとかさやっぱり質問する人ってやっぱ病んでる人が多いから恋って何ですかって俺返せないけど本当に多いねめっちゃその前言ったまあスタさん大好きハートハートハートがトロちゃんとコラボしてからトロちゃん大大大好きハー,ハートハートハートのやつにもまあ定期的にメッセージを送られてくるから 本当に意味わかんない、こいつとの DM は。8年ぶりのに法事でおばあちゃんに会い、会ってきた。これは弟、裏手の神社、つって、二人で写真撮ってやる。鳥居の前で写真撮った、弟とのツーショット、男二人の写真送ってきてる、こいつは。もうマジ不思議。ついに。ガチのおっぱい DM とか来ないの俺はガチ恋少ないんだろうね。他の配信者って来んのかな俺、年一あるかどうか、マジで。 視聴者のエロい DM が来ること。じゃあ、そょ2日二日にいっぺんだろ。で、なんかね、なんかね、俺マジで意外なのが、愛とか恋についての質問がなんか多いんだよね。臭いように思えるんだけど、その人たちの人となりだったりを聞いてみると、親が悪い <laughs> マジでこれね、マジ、親のせいにしていいよ。その方が君たちのメンタルに、メンタル的に楽だから、お前らのおら親が悪い。 よくない親に当たっちゃっただけ。本当に。な子供の時に愛情を注がれてないから、大人になったから、なんか愛情を求めて、その、なんか歪んでいくんだよね。俺とかは本当に、無償の愛をずっと受け取ってきたわけよ。母親から、おばあちゃんから、親父から。だから、愛を受け取ることに違和感がないんだよね。でも、そのなんか愛に違和感を感じてる人って、親からの愛を注がれたことがあんまりないから、 愛情を注がれると、不信があるんだよな。紐解いていくと理由がわかるんだよね。話を聞いてると。なんかこの人裏があるんじゃねえかとか。それを無償の愛だと思ってないんだよ。だから、愛って何ですかって迷子になってる人が多い。なんで私って好かれてるのこんなんなのに。今まで愛されてなかった私が愛されるはずないみたいな。人を信じれなくなってる君の現状っていうのは、まあ大体基本的にもう親のせいだから、 もう親のせいで片付けていいよ。そっちの方が楽じゃん。お前の親がよ,よくねえよ。座っててくれてありがとうとかいう気持ちを持った方がいいけど、そういうな愛情の面で言ったらお前の親のせいだから次行った方がいい。もう、振り切ってね。そういう人が結構いる。親で性格とか割と決まるよ。割と決まる。俺は、 中学生の時の経験と親で性格が形成されたから他の人わかんないけど親の存在100%でかいからねまあ開き直って親のせいだからしょうがないんだという気持ちを持ってなんか悩まずにいきましょう悩むとこじゃないもうしょうがないから生まれてしまったんだよお前は。